はい、うーこでーす。なんと2020年になってしまいました。あ、なりました。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。年始早々ですが、私の大好きな栗きんとんを食べようと思います。うまい、うん、おいしい。2020年はご飯を食べた時にうまいではなくおいしいというようにしていきたいと思っております。お母さんにね、ご飯を食べてうまいって言うんじゃなくておいしいって言いなさいって思って、おいしいっていうようにしますね。はい、ということで、まあ年始なんですが、2020年1本目は韓国通販で買った洋服を紹介しようと思います。今回は3種類、3つのサイトから買いました。3つのうち1個は買ったことあるサイトで、残り2つは初めて買ったサイト、実際に届いた商品も紹介しようと思います。ということで、新年一発目洋服の動画撮っていこうと思います。ではスタート。まず最初に3つのお店、違う、まず最初に紹介するお店がコンビニです。コンビニは前の韓国通販購入品で紹介したことがある通販サイトなんだけど、まあ、韓国のいろんなブランドがたくさんこう集まってる通販ショップです。今回はそこの中の、ちょっとね、これね、読み方が合ってるかわかんないけど、シヌーンみたいな、シヌーンみたいな、ちょっとここにね出しておこうと思うんだけど、すごくガーリーなお洋服、こうワンピースとかブラウスとかが多いブランドで買いました。こちらです。じゃん、こんな感じのくすんだピンクと赤色のチェックのワンピースです。これね、こうさ、すごいロゴが可愛いんだよね。このシヌーンっていうのがリボンで作ったみたいなロゴになってて、もうロゴからも女の子らしさあふれる感じなんだけど、まあ、これね、まあ、色とかこのチェックの感じがドタイプのワンピースで、なんとこちら後ろがちょっと開いております。背中の部分がこうチラ見えするよっていう感じのワンピースで、なんかそのデザインがちょっと凝ってる感じが可愛くて買いました。まあ、お値段はもともとこのブランドがそんなにね、お安くないので、消費税入って1万5000円くらいかな。そんなに安くはないんだけど、本当になかなかさ、こんなのあんま見たことないでしょ。着てみます。はい、1着目のワンピースがこちらです。じゃん、じゃんじゃんじゃん、かわいいね。シスタージェーンのちょっとフワーンとしたブラウスに合わせてみました。本当にね、色と形が可愛いで、まあ、こういうブラウスに合わせてもいいし、黒のタートルネックにすごいシンプルな感じで合わせても可愛かったです。おすすめ。なかなかさ、こういうチェックのワンピース最近見ないから、おすすめです。はい、次の商品紹介します。はい、そして次のサイトは初めて買うところ、あ、可愛いの多いなって思ったブランドが、ブランドというかお店がこちら。じゃん、エンビルックって読むのかな、本当読み方がちょっとわからないけど、ここのショップはアウターが結構可愛くて種類が多いなって思いました。で、まあ値段もそんなになんか高くなくて、ここはなんかすっごい驚いたんだけど、韓国通販って結構さ、なんか1週間前後ぐらい届くのに日数がかかったりするんだけど、ここはなんとすぐ来ました。3日くらいできたかな、本当に。え、もう届いたのっていう感じで、本当にびっくりした。まあちょっと急ぎ目の人も試してみる価値はあるかもしれないです。で、ここで買った商品紹介します。アウター買いました。じゃじゃーん、白いモフモフのボアコートですね。結構日本でもこの形さ売ってるところ多いかなって思うんだけど、私本当に
結構下まで長さがあるやつが欲しくって、あのいろんなお店で見てるとちょっとね長さが膝のあたりまでだったりとかなかなかなくて、で、まあ、長いのあったりするの結構高いんだよね。の私の身長 164.5 ぐらいなんだけど、それでももうこのごめん見えなくて、このこんぐらい、ほんとちょっとくるぶし出るぐらい。ここがボタンで、チャックもちゃんとついてる。で、中がキルティングなんであったかい。で、ちゃんとポッケもついてる。かわいい。で、これも着てみます。こちらです。じゃじゃん。まあ、本当に、モフモフで、ロングのアウター。かわいい。なんかこれ、まあ、ちょっと届いてからちょっと着てたんだけど、みんなに羊みたいだねっていう。あの言っていただけるモフモフアウターであります。あったかいよ本当に。なんだろう、分厚い、すごい分厚いわけじゃないけど、まあ、中キルティングだしポケットのところもあったかいです。こんな感じでした。はい、そして3つ目のお店、これはねなんかミアマスビンっていう読む、これも初めて見つけたサイトなんだけど、大人っぽかわいいみたいな商品が多くて、本当に結構ねどれも好きな感じだった。値段も安いものだと2000円くらいからで、そんなにね高いものはない。まあちょっとお値段がいっても6000円とかそんぐらい。今日紹介する中でも一番おすすめかなっていう通販サイト、ここはまあ1週間もあれば届くかなっていう感じで、ここは一番洋服買ったんでちょっとどしどし紹介していこうと思います。こちらです。ワイドリブタートルネック。私タートルネックはねもう冬もほぼ毎日のように着てるんだけど、このリブが結構大きめのタートルネック、ちょっと緩めのシルエットになってる感じのやつ、使いやすそうな感じのタートルネック、このねピンク色が可愛くてちょっと買っちゃったんだよね。でこれが可愛かったんでベージュも買っちゃいました。で値段が2990円、消費税込みで2990円、まあ約3000円ぐらいです。ちゃんとなんか肉厚な感じ、なんかもっちりしてる感じだから、まあなんかヒートテック着てこれ着ればとりあえず大丈夫そうな感じ。もう一個買ってます。こちらです。ド定番のボーダーですね。これも緩すぎず太すぎず、細すぎず、まあ、モデルさんが着てる写真見てすごい程よいサイズ感だったんで買ってみました。3240円です。まあ、ボーダー探してた方はぜひっていう感じで、最後ここ今ちょっと着てる服が紺だから見えづらいけど、まあ、ワンピースです。ノースリーブのワンピースで、ちょっとまたクシュクシュしてるポン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 ってなってる感じで、横がリボンで絞れます。でもうこういう私ノースリーブとかのやつの方が結構使いやすくって、中に合わせるものによって結構印象変えられるんで、何回も何回も着れるアイテムだなって、まあ、このね黒いねふわふわっとしたワンピース何個も持ってるんだけど、この形は持ってなかったんで買っちゃいました。6630円です。着てみせます。ボーダーです。こういう感じのワッフルパンツとかに合わせると、まあただこれだけだとちょっとパジャマっぽく見えちゃうかなって思ったんで、あの帽子とちょっとカバンを合わせてみました。かわいいボーダー、かわいい。女子だけでお買い物に行くとか、もう一人でショッピング巡るとか、そういう時にしたい楽ちんな格好ですね。ここがねちゃんとこう黒くなってるのが私好きで買いました。タートルネックとワンピースを一緒に着ております。こんな感じです。結構ねこう V の後ろも V って感じで、横がこうリボンになっててキュッと、今ちょっとキュッとしてます。個人的にはキュッとしてる方が可愛いかなと。キュッとしてる方がこうなんかここからふわふわふわってなってる感じが女の子らしくて可愛いかなと思います。で今ピンクで合わせたんだけど、こっちのベージュでも絶対に可愛い。
で、結構こう首元がこの本当にこのもちもちのしっかりしたニットだからこうすごいあったかい。マフラーなくてもいいかもっていうか、こんな感じでした。いかがだったでしょうか。韓国通販結構いろんなサイトがあるから、まあ、探すのちょっと大変だけど、今日おすすめしたサイトをちょっとね、私と好みが合いそうって人はぜひチェックしてみて、本当に可愛いから。はい、こんな感じでした。はい、ということで2020年一発目の動画は韓国通販購入品の紹介でした。またぜひ見に来てくださったら嬉しいです。また今日も見に来てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今日お化粧の調子がいい。また来年も、あ、来年じゃない、今年も動画をたくさん見に来てください。バイバーイ。